アニメ声が大好きだと自認している口元瀬中さのりからしたら人事部会議で可愛い孫娘の無職旦那の就活エントリーシートを読み上げたら社長縁結天皇がバッチリレして場の空気が凍りついたということうさねデニムとかジャージにトレーナーの庶民父親は無職で自分は闇バイトが紛れ込んだような物うさうさようございます。 今回は、第3回、謎の男の見どころをまとめるうさ重要な新キャラがたくさん出てきたので、今回は新キャラ紹介が中心さ1、第3話、984年、段階の年齢、数え年、チェック。2、新キャラ、源野智子。3、新キャラ、赤染エモン。4、新キャラ、 藤原わらきんとう。ふう、しんきょら、ふじのただのぶ。ろく、しんきのよきのり。な紹介ょれ、ふじのサメスケは全体の雑感。じゃあ、順番に行くうさよ。1. 第3話984年、段階の年齢、数えどし、チェック。まずは、 マヒロン地形。お父さん大っ嫌い、コマヒロ、15歳。お姉ちゃん大好き、コタロウ、13歳。そろそろ視聴者のヘイトが溜まってきたお父さんためき38歳よさ。親戚の信ブタカは、33歳よさ。次は、道長ん地形。ふらふらして投獄された道長、19歳。 帰ってきた。お姉ちゃん。アキこは23歳で。この康仁親王は5歳。実助の取り巻きとしても小物感抜群の問題児道かね。24歳。多分もう糖尿病のお兄ちゃん。道隆は32歳で、娘の貞子は9歳。うさ。9歳なら自分で起き上がって当然だろう。嘘。お父さん金家は56歳。うさ。 道長に言った言葉が本音なのか、嘘なのかが非常に気になった朝。天皇系だと。金家とバチバチ遠慮天皇が26歳。遠熟した足技の東宮が17歳。昔ピストル大名の冒険というゲームがあったのを思い出した朝。遠慮天皇と秋子の子、安人新郎は5歳うさ。秋子のライバル信子は28歳で。 の春明のせいか子供はいない,いさあとで紹介する藤原均等は信子の弟うさあ一応阿部の春明は64歳うさ長老組は他に声が小さい感覚より頼だ信子の父が61歳娘のことでお悩み中の左大臣源正信とも子の父が65歳 正解で年齢だけ長老で目立たない人が、第1話の字幕の時に、真宙の父ため時が自分を推薦する文章を、天皇の御前で読み上げた藤原の文章優さ。文乗りは大納言なので、関白藤原頼忠、左大臣源正信、右大臣藤原兼家よりかゆうさ。ちなみに、文乗りは真宙の母方のひいおじいちゃんにあたるうさ。 マヒは母、チゲワのおじいちゃんってことうさ。第1話でまひろの父、ためときが推薦文で炎勇天皇を怒らせたわけで。フみノりからしたら、人事部会議で、かわいい孫娘の無職旦那の就活エントリーシートを読み上げたら、社長炎勇天皇がバッチリレして、場の空気が凍りついたということうさね。2、新キャラ、源のとも子。 第3話の段階では21歳うさ正直、ええー、こんな性格なのを、と驚いた朝。この人が、後々道長とあれで、真広をこれする嘘かこの人、主体的に動くのかうさいや、楽しみになってきた朝。ともこのお父さんは源正の信のさ お父さん、正信は生まれた時は皇族で、源氏となった後も左大臣まで登り詰めているよさ。金家、道長父は右大臣なので、正信の上には関拓よりただ、信子、忠信父、しかいないさ。なお、友根ち土御門殿は、かなりの確率で、真広んちのはすむかいいさ。真広は小さい頃からずっと、 超絶上流階級のともこんちの追事縁を見上げながら育った朝。そして、ヒロは今も高辻富野小の小湯の絵師のところや、市場までの小湯の山岳を見に行くときは、トモコの豪邸の追事縁の横を歩いたはずうさ。今回、お父さんためときの命で、ヒロがともこんちの上流女子会に行ったけど、この時の服装の違いが超絶残酷だった朝。 ト子コたちは上流の人が身につける上質の絹のコウ姿だったのに対して、マヒロは普段着の朝の内気バカマ姿だった朝。これは、マヒロにとって相当きついさ今で言うなら、政治家や芸能人のバカ娘グループがミンクのコート的なドレスコードでパーティーしていて、寿司に高級時計を並べて上流、勝ち組マウンと合戦をしている中に、 デニムとかジャージにトレーナーの庶民、父親は無職で自分は闇バイトが紛れ込んだようなものうさ。3. 新キャラ、赤染エモン。年齢は不詳で、真宙よりも15、20歳くらい年上の世代と見られるうさ。30過ぎくらいで、信鷹と同世代といったところうさね。赤染エモンは中古36河川の一人に選ばれた女流歌人うさ。 百二日首に。安らわで、ねなましものを。左右ふけて、片ブックまでの月をみなしかな。という歌が選ばれているうさ。歌の意味は。くそ男よ、来ないなら、そういえや、寝るタイミングいしただろが、ボケ。ということうさ。夫の大江の正平ラらぶすぎて、 後に、道長や秋子から、正さひらと呼ばれるようになるうさ。やたらと人柄が良かったようで、きき清少納言、たちには辛辣なまひろ、紫式部、に好かれるうさ。これから、まひろとどういう関係になるのかが楽しみさ。四、新キャラ、藤原金とう道長と同年生まれの十九歳うさ。 声が小さいカンタクヨリタダの長男で、ノブコの弟ユサ、ロバートサネスケとはいとこうさカンタクヨリタダの長男だけあって、同い年の道長が十五位ので嘘ゆえのぼんのすけなのに対して、キントウはもう十しーの女優さこのえのぼんの中将になっているユさなので、四以上しか切られない黒の衣冠を身につけていた朝。監視、還元。 和歌の三州の才を称えられ。後の一条天皇の時代には花壇の第一人者となるトップアーティストウサ。ドラマの三話でも、すでに監視はペラペラと得意だったウサね。政治的には道長のライバル筋に当たるので、大人になった時に道長との関係がどうなっていくのかが楽しみさ。あ、金とウは大人になってから、真宙とも絡むウサ。 と、新キャラ、藤原の忠信。道長と金刀の一歳、年下の十八歳うさ、成信と読まれることもあるけど、ドラマではただのぶ、忠信、さね。あと十年後くらいに、橘のノリミツというマッチョ面が忠信の,の部下になるうさ。この橘のノリミツは奇境、きき清少納言、と結婚しー。って離婚するうさ。 大人になった後の忠信は、きき清少納言に興味津々っこうさ。ドラマのオフィシャル紹介で、変わり見の速さ、とあるので、はが金田の動きで変わり見してほしいところうさ。6. 新キャラ、藤原の雪なり。まだ若く、13歳うさ。若いけど、すでに元服しているので、サブロウのような幼名ではなく、 ナレーションには、雪なり、と呼ばれていた嘘ね。そんで、足技の東宮のいとこという関係もあって、この歳でもう十五位のげうさ。これは六歳年上の道長と同じうさ。書の名人で、十三歳ですでに字が上手かったうさよね。ちなみに、ドラマでの道長の字は、実際の道長の字を参考にしてデザインされたみたいうさ。 こだわってるうさね。後の話だけど、気境、清少納言のことがかなり好きで。軽断のエピソード。中国の猛将君の監視をパろったギリギリアウトエピソード。夜を込めての歌のやりとり。新庄・おうちカロのエピソードなんかがあるうさ最後はすごく面白い日に死ぬんだけど。 大河ドラマでどこまで描かれるか楽しみさ。あと、枕草子によれば、アニメ声が大好きだ、と自認している口元へ中さ。七、紹介漏れ、藤原のサメスケ。ロバート・アキレマーロバート・アキレマーロバート・アキレマーラ。はっ、はっ、はっ。大切なことなので、 何度でも、何度でも秋山を叫ぶうさ。ロバートサネスケは28歳でジュシーノジョウ、園友天皇の秘書官をまとめ上げるクロードのトゥーサ。生まれは藤原のサネより、個人の孫だから金刀のいとこだけど、おじいちゃんサネよりの養子になったので、家系図的には金刀のおじうさ。ジュシーノジョウなので、本来は黒い側帯を着る資格があるけど、 キャラを立たせるためか、ドラマでは6位がキルキクジンという緑系の色の側体を身につけているうさあ、ロバートサネスケが色黒すぎるから、黒が似合わなかったからかも。嘘。今も今後も円融天皇の絶大な信頼を得ていて、部下の問題児カネイエが足を引っ張っているのに、頑張って激務をこなしているうさちなみに、 いずれ問題児がさらに二人部下に入ってくるから、ロバート・サネスケは覚悟しておくうさよ。すでに第二回でも隣権が見えたけど、金家、道長親子との距離感に注目すべきひとうさよ。今後の展開が楽しみさ。8、全体の感想的なやつ。今回で984年の大波乱に突入するかと思ったけど、 意外なことに刻んできたので、まだ突入しなかった朝。984年の大波乱予想については、速報動画の第1回を見てください,いさこの動画の概要欄にリンクを置いているうさ印象的だったシーンを並べると、道長の従者のモズヒコノって、今回初めて喋ったうさか太郎、信則、が真広に、 たった二人の兄弟だろって言ったので真広の姉がドラマではオミットされたことが確定した朝道長たち貴族が休日も学問の研鑽をしているシーンは近年の研究に基づく貴族は忙しくて真面目に生活していたという新しい平安貴族のイメージを示した物うさ平安メンズが恋花をしていたけど源氏物語第2条。 母きりにも17歳の光源氏が天夜の品定めと呼ばれる恋花をしていたシーンがあるよさね。忠信がともこに恋文を送っていたことも気になったあさ。ロバートサネスケが女性からの評判を落としていたけど、宮中の女性を敵に回したことが今後どう影響してくるのかが楽しみいさ。まひろと道長が再会した山岳の場所は、 市場までの工事だった朝。ドラマで、真宙は、マリの工事と言っていた朝。ここは、真宙が高辻富の小事の絵師の住みかに行く途中くらいの場所うさ。道長が住んでいる東三条殿からもそんなに遠くない,いさ。距離的には、真宙んちから歩いて30、40分、道長んちからは10分といったところうさ。 再会した時は2人とも好き。好きオーラ全開だった。嘘ね。うふふ。謎の男は今後どう絡んでくる？嘘かね。次回の5節の舞姫はビジュアル的には前半部分の一番の見せ所だと思うので、とっても楽しみにしている。うさ。 これからも大河ドラマ話や日本史の話で盛り上がっていくのでぜひ高評価とチャンネル登録をお願いしますさ。よろしくうさ。